中世時代に描かれたラティヌスと妻・アマタラティヌスは、ラテン人の起源神話に登場する神で、ローマ神話やローマ建国神話に登場する、ラテン人の王。兵士オドスが書き残したギリシア神話についての伝承である、神闘記においても神々の一人として登場する。神闘記では、オドゥッセウスとキルケイの子として登場する。ラテン人の起源神話では、民族の祖として崇められ。 複数の国々に分かれていたラテン人にとって同族意識の要であった。そのラテン人による国家である古代ローマでもラティヌス、信仰は引き継がれたが、後にギリシャ神話とローマ神話が合同されると、次第にラテン民族を擬人化した概念へと置き換えられていった。ローマ建国神話では、賢明なラテン人の王として登場し、アエネイスと自らの娘、ラウィーニアを婚姻させ、 ローマ・ラテントロイアの三者を結びつける役割を担い、ローマの建国者、ロームルス王と王帝、レムズの祖とされた。ラティヌスを信仰する文化が定着した経緯は解明されていないが、紀元前千年頃に西イタリック人の一派であったラテン人がアルバロンガを中心としたラティウムに定住すると、彼らから民族の祖として崇拝されるようになった。 一方、紀元前7世紀頃に成立したギリシャ神話の伝承であるヘイシオドスの新透器において、その存在が言及されている。ヘイシオドスによれば、魔女、キルケへの虜とされた英雄オデュッセウスが設けた、子供の一人にラティヌスという名の子がおり、アグリオスとテーレゴノスとは兄弟となる。ローマ神話及び、建国神話では、ラテン人の賢明な王として登場し、 アマダという人間の女性をめとって、王女、ラウィーニアを設けている。彼は、一人娘のラウィーニアを、ルトゥリ人の王トトルヌスへと継がせたが、婚姻の前に、ギリシャ神話に登場するトロイアの貴族アエネアスが、長男アスカニウスと共に、カルタゴの女王ディードーの元から逃れてくる。ラティヌスは、アエネアスとトロイア人の獣子たちを進化とし、勇敢さからラティヌスの信頼を得たアエネアスは、王女、 ラウィーニアを妻に迎えた。巨根を奪われたトゥルヌスは当然ながら起こり、トロイア戦争で、キリシャ人に味方した女神、ユーノーのカゴやアマタの協力を得て、力ことごとくで花嫁を奪え返し尊とラティウムへ、攻め入った。ラティヌスは、アエネアスと共に戦い戦場で命を落とすが、ルトゥリ人もまた破れ去り、トゥルヌスは倒れた。戦いの後、ラウィーニアは、アエネアスの次男、シルウィウスを生んだ。 シルウイウスは、イボアに、アスカニウスの助けを得て、アルバロンガの王となり、シルウイウスの子孫が代々アルバ王を継承していった。その末裔であるロームルスとレムスがローマを建設し、古代ローマの文明が始まったとされている。ありがとうございます。